こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は着物と半幅帯、カルタ結びを結びますが、今日は何もお話しせずに集中してご覧いただければというふうに思います。以前別な動画で名古屋帯を結ぶところ、それから袋帯を結ぶところ、何もお話しせずにお届けをしたんですけれども、自分が見たいところに集中して見ることができたとか、手の動きのリズムみたいなものがなんとなく分かってきましたというようなお言葉を結構たくさんいただいたので、今日は半幅帯バージョンでお見せしていこうかなと思います。通常はどうしてもポイントを絞ってお話しして結んで着物を着たり結んでしまうので、どうしてもそこにフォーカスがいってしまうんですけれども、今日はお話ししないので、皆様が見たいようにご覧いただいてお役立ていただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは早速着物を着て、それから半幅帯のカルタ結び結んでいきたいというふうに思います。
かがでしたでしょうか。ちょっと一回りしてみたいと思います。私は今日締めている半幅帯は手染めの半幅帯なので、今日みたいな小紋に合わせることもよくあります。で、帯結びは私が本当によく好きでしている楽ちんカルタ結びですね。皆さんにお伝えするときはクリップを使う方法とかでもお伝えしているんですけれども、私自身はクリップを留め替えるのも少し時間がかかるなというふうに感じるので、いつもクリップなしでやることが多いです。本日の動画がお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタンをお願いします。それからお着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルをご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。